6月3日、大阪、関西将棋会館において、B 級1組2回戦稲葉日八段、32、藤井聡太二冠、18、戦が行われました。10時に始まった対局は4日1時9分に、終局。結果は165手で、稲葉八段の勝ちとなりました。稲葉八段、藤井聡太二冠ともに、 本期 B 級一組成績は1勝1敗となりました。両者の対戦成績は、稲葉八段2勝。藤井聡太二冠3勝となりました。2年以上も続いた、藤井聡太二冠の順位戦連勝記録は22で、ストップしました。藤井聡太二冠の順位戦通算成績は40勝2敗、勝率0。 952となりました。稲葉八段。深夜の熱湯を制す両者の対戦成績は、稲葉八段一勝の後、藤井聡太二冠が三連勝していました。稲葉、すごい強いのは分かっているので、そういう意味では、自分の力を出し切らないと、厳しい相手だなというのは思いました藤井聡太二冠は、 ここまで順位戦22連勝。対して、稲葉八段は、順位戦6連敗。過去のデータだけを見れば、藤井聡太二冠有利と思われそうです。しかし、鬼の隅か、B 級一組順位戦。どちらが勝っても、おかしくないと見た方も多くおられたでしょう。稲葉八段先手で、戦型は、 角代わり腰掛け銀となりました。稲葉角代わりでは色々対応があるので、この形になったら、今日はこれでいこうかなと思ってました。午前中ハイペースで67手目まで進んだのは、実戦例のある将棋なので藤井聡太、角代わり腰掛け銀は、もちろん考えられるのかなとは思ってました。 こちらもどの形で指すか決めていたわけではないんですけど。一応難しい変化なのかなと思って指してました。小回りは銀形形の交換で、後手の藤井聡太二冠が小間読く。ただし藤井聡太,太玉のは盤上中央。中段に引っ張り出されて。危険極まりない形。コンピュータ将棋ソフトを利用しての研究により高度に。 進化した。現代将棋の代表的な一例とも言える進行です。そして際どいながらも。バランスは保たれています昼休明けの午後からは一点スローペースとなります。69手目。稲葉八段は七筋で歩を取りながら、墨取り。稲葉、そのあたりからはどうやられても難しいかな。 という感じだったので、やられてから考えることになるのかなと思ってました。角を83か92かどちらに引かれるか難しいので藤井、相田2巻はあたりになっている7四角を、83か9にどちらに逃げるのか、わずかな違いが大きな分岐となっていきます。前例の2019年度永久6回戦、 渡辺明三冠、現名人、広瀬明人八段戦では、広瀬八段は9-2に逃げていました。藤井聡太二冠は8-3を選び、70手目からは前例を外れた戦いとなりました。71手目、稲葉八段は六筋に回った飛車をバックに、じっと六筋で歩を合わせます。ここで、 藤井聡太二冠は1時間52分の長考に沈みました。そしてじっと玉を前線から遠ざけるべく、四筋三段目に引きます。このあたり、藤井聡太二冠にとってはすでに自信の持てない進行だったようです。藤井聡太、しばらく上席の進行が続いたんですけど、六六歩と合わされたのがこちらの予想にない手で、 こちらが薄い玉で、先手の攻めをうまく抑え込めるかどうかという展開だったんですけど、6六歩でこちらの8三の角が抑え込まれて使えなくなってしまう懸念も出てきたので、ちょっと、何というか、どういう方針で刺せばいいのかわからなくなってしまった気がします。6六歩にうまく対応できなくて、うーん。 なんかそうですね。あまり。うーん。なんだか、あまり正気のない将棋になってしまったのかなという風に、対局中は思っていました。コンピュータ将棋ソフトによって示される、形勢評価はほぼ互角。しかし藤井聡太二冠は勝ちにくい進行に、してしまったという思いがあったようです。藤井聡太、形成が、 やっぱり苦しい時間が長かったので、最初の兆候、43玉で正しい方向に進めなかったのが悔やまれるような気がします。76手目。藤井聡太二冠が飛車取りに歩を打ったところで18時、夕食休憩に入りました。藤井聡太二冠は、ポークカレーと野菜サラダ。稲葉八段は、 天丼と温かいうどんのセットを注文しています。順位戦は持ち時間が6時間で、終局は日付を超えることがほとんどだ。技術だけでなく、体力も大事になる。食事にも気を使う。普段は正食だが夜中に備えてがっつり唐揚げ定食を食べたり、 甘いジュースで糖分を取ったりして野戦に備えている。稲葉明の熱湯ジョニー戦本局。稲葉八段の夕食選択は、勝着の一つとなったのかもしれません。18時40分。対局再開。稲葉、五八本には同金か同飛車かの二択で。どちらもあるかなと思ったんですけど。うーん。 どちらが良かったのかは、実際、わからないですね、有給明け。稲葉八段は、金で負を払いました。離れている金を手順に玉近くに寄せる、味の良い,い順。形勢はわずかに稲葉八段がリードしたと見られました。やや苦しくなった、藤井聡太二冠。九十手目。金を寄って、 玉の帯路を開き、じっとこらえます。これは、さすがの辛抱でした。ここで、稲葉八段は、長考に沈みます。藤井聡太陣に銀を打ち込んで攻めていく順が、見えるところ。それとも他の手段が勝るのか。稲葉八段は1時間12分使って、墨取りに歩を打ち、 藤井聡太二冠の態度を尋ねました。稲葉、本プロクロッポの代わりに最初は五一銀とかも考えたんですけど、ちょっと玉が薄いので、結構、六七金と上ずっているので、結構、かなりの勝負手になってしまうんで、ちょっとわからなかったですね藤井聡太二冠は、相手陣に進めばなれるかどう あえてじっと自陣に引きました。これが好判断。途端に、形勢は互角へと引き戻されました。稲葉八段は、藤井聡太二冠が席を外した時に、何度かぼやき声を上げてました。決定的長さがつくことなく、難しい中盤戦が続いていきます。100手目。 藤井聡太二冠は飛車取りに歩を打ちます。ここのまた、勝負の大きな分かれ目でした。稲葉八段は飛車をどこかに逃げるのか、それとも飛車を見切って取らせる代わりに、相手の隅桂を取り、藤井聡太田マノに迫るのか、持ち時間六時間のうち、残りは稲葉五十六分、 藤井聡太53分。時刻は22時半を過ぎています。稲葉八段は6分で決断。強く踏み込む順を選びました。稲葉、見切るんじゃちょっと苦しいかなと思ったんですけど、本譜が、形勢がよくわからなかったので、それなら踏み込んでみようかなと。稲葉八段の決断は、 好判断でした。ここで、また再び、稲葉八段が、わずかに、リードを奪ったようです。しかし、藤井聡太二冠も、簡単には、倒れません。中盤、四段目にまで引っ張り出された玉は終盤、いつしか一段目にまで逃げました。強者の玉は、時に、生命力が、 つけたはずれのように感じられます。いなば、少し刺しやすい局面もあったかなと思うんですけど、途中からよくわからなくなってしまったので、なんかちょっと一時期、負けにしてるかなと思って刺してました116手目。アベマ解説の中村太七七段が大きな声を上げました。コンピュータ将棋ソフトは、 藤井聡太二冠の側に金捨ての名手があることを示しています。相手の馬にタダで取らせることによって筋を逸らし、その代償に一手の余裕を得るというわけです。残り9分の藤井聡太二冠、ノータイムで飛車をなって稲葉玉に迫り、ソフトが示した手とは違う順で勝負に出ました。 時刻は午前0時を過ぎます。日付が変わってもなお続く大熱戦。過去の順位戦では、この時間帯、数多くのドラマが起こってきました。120手目。藤井聡太二冠は七筋で遊んでいた金を六筋に寄せます。こちらも金のただ捨て、ただやんとばかりに、 もし相手が馬で取ってくればやはり筋が急所からずれ。途端に大逆転です。稲葉、六三金とか寄られて。うん。なんか取れないのかなと。うまく刺されて。またよくわからなくなってしまったので。うまく刺せばよくなりそうかなと思ったんですけど。でもなんか。 うまく粘られて121手目。取れる金を取らず。稲葉八段は2分で馬を自陣に引きつけました。残りは20分。これで際どくリードを保っています。139手目。稲葉八段は角を切って、藤井里太玉野に迫ります。次第に稲葉八段優位がはっきりとしてきました。 時間消費は先行しても、常に何分かはマージンを残しておくのが、藤井聡太二冠のスタイルです。しかし苦境に追い込また144手目。残り4分でついに3分を使い、あとは1手60秒未満で刺す1分将棋となりました。163手目。稲葉八段もついに1分将棋に、 稲葉、地玉とかも相手からの寄せが見える展開にもなったので。うーん。ちょっと確認というか、ギリギリだなぁ。と思って指してました165手目。稲葉八段は藤井里シフ玉のを上下挟み打ちで受けなしに追い込みました。あとは稲葉玉が積むや積まざるや、 稲葉玉には大手が続く格好です。しかし藤井聡太二冠には、稲葉玉がつまないのははっきり分かっていました。形作り、気持ちの整理をつけるため、あるいは行行を頼んで刺し続けることもできたでしょう。しかし刺さないのもまた、トップクラスの教授、 藤井聡太二冠は王手をかけることなく、ここで投了を告げました。藤井聡太二冠はこれで、順位戦22連勝の記録がストップ。対して、稲葉八段は6連敗ストップです。稲葉、前期から連敗が続いていたので、そういう意味では一つ勝ったので、これで気持ちを新たに、 次から頑張りたいと思いますいなば、今日の対局に臨むにあたって相手も強いのはもちろんですけど、こちらも連敗がちょっと続いていたので、そういう意味では、まずは自分の内容を良くしないとなというところはあったので、そういう意味では、自分の内容はまずまずさせたかな、という意味では、 事前の目標はできたかなと思います稲葉、ちょっと調べてみないと。結構悪い手も刺したかもしれない。まあちょっとわからないんですけど。熱戦がさせたのは、次につながるかなと思います藤井聡太、先は長いかなと思うので、これからも次の一曲に全力を尽くせるようにしたいなと思います。 B 級一組は手強い相手ばかりなので、その中で、自分の力が足りないところがあるのかな。という印象です。本局の3日後には、規制戦、第1局が予定されていました。藤井聡太、規制戦。非常に注目していただける舞台になるかと思うので、いい将棋にできるように精一杯さしたいと思います。 藤井聡太二冠はその規制戦開幕戦を制しています。あまり休む間もなく対局が続いていく藤井聡太二冠。6月13日には屋敷の部球団と B 級一組三回戦で対戦します。次のオーディオビデオでお会いしましょう。